どうもお疲れ様です。速稼塾の映画解説の時間でございます。まあ今までね、いろんな映画を紹介してきましたけども、今日紹介するのはあのボクシング映画の巨頭シルベスター・スタローンさんのロッキー7です。これ本当かなと思うんですけども、どうやらね、ちょっと情報がちょろちょろと漏れてきたんですよ。もしかしたら構想止まりで実際の撮影はされないのかもしれませんけども、一応私の知り得る情報だけをここでお話していこうと思います。で、未確認情報が多いですから、まあ一つの噂話だと思って聞いてくださいね。それでは文章の方見ていきましょう。待望のロッキー7、王者の遺産で象徴的なロッキーバルボアが最後の戦いに挑むと。一体何回最後の戦いなんだということなんですけどね。男の人生は戦いの連続、そういうことなんでしょうか。批評家から絶賛されたクリード。ね。あの、ロッキーシリーズの後継番組とも言えるクリードですけども、あれが良かったですね。クリードを世に送り出した先見の明のある映画監督、ライアン・クーグラーが監督を務めるこの最新作は、映画界で最も愛されるキャラクターの一人であるロッキーの不屈の遺産への心躍るオマージュとなることを約束する、ね、つまりロッキーシリーズが一応ねファイナルで終わって、でクリードシリーズが始まりました。それを踏まえてさらにその上を行く作品ということなんで、おそらくクリードも出てくるんではなかろうかと思うんですね。シルベスター・スタローンは伝説のボクサーロッキー・バルボア役を再び演じる。まあこれしかないでしょう。彼は年齢を重ねてもなおリングの内外で不屈の力を発揮すると。スタローンが演じるロッキーには常にたくましさと決意が込められているが、ロッキー7ではそのキャラクターに深みと真実味が加わり、真に注目すべきものとなっているというふうに続きますね。もうちょっとあります。スタローンに加えるマイケル・B・ジョーダンがロッキーの愛弟子でヘビー級チャンピオンに君臨するアドニス・クリード役で再登場するということで、クリードがね、また出てくると。そしてロッキーに何らかの形で関わっていくってことになります。もしかしたら、ロッキーの最後のリングにセコンドとして存在してるのかもしれないですね。で、このジョーダンが演じるクリードは、シリーズデビュー以来、観客を魅了してきたが、ロッキー7では強大な敵との王座防衛戦を控え、これまでで最大の試練に直面する。あ、なるほど。クリードがチャンピオンとして君臨していたっていうところは前回の作品でも分かりましたね。で、その上でそのクリードに何者かが挑戦してくるっていうところがここに描かれてるわけですね。で、しかしロッキー7ではリング上で覇権を争う2人のファイターの物語だけではない。あ、つまりボクシングもちゃんとやるんだけども、それ以外に大きなストーリーがこの2人の人生に降りかかってくるってことなんですね。それは遺産、食材、そして人間の精神の不滅の力についての物語である。おお。ロッキーとクリードはそれぞれの個人的な悪魔と戦いながら過去の亡霊に立ち向かい、自らの運命を切り開く強さを見せつけなければならないということですよね。で、ロッキー7、2025年、来年ね、公開されるのかなっていうところでございます。本当かなこれ。来年公開ってことは当然もう今撮影してないといけないですからね。そうしたらもうちょっと情報が漏れてきそうなもんなんですけども、今のところね、この今私がお話したことぐらいしか分かってないんですよ。ですんで噂話程度に留めておいてくださいねってことです。で、ティーザー予告編、シルベスタースタローン、ジャック・オコンネル、まあ、これは何かっていうとね、リベンジマッチっていうボクシング映画をシルベスタースタローンは以前ね撮ったことがあるんですよ。で、こちらの映画見てない人が多いと思いますんで、この中からいろんなシーンを切り取って、これがロッキー7ですよみたいなプロモーションを勝手にする人がいるみたいです。はい。で、今回ロッキー7の撮影中とされるものに使われた画像が2枚あるんですけども、1枚がこれ。確かに前作ロッキーの6だったかな？まあクリードか。クリードの最終作で出てきたロッキーよりもちょっと年を取った感じでね、出演されてます。でもこのフードをかぶったロッキーの姿を見るとあんまり明るい人生を暗示してるとは言えませんね。それから何があったか分かりませんけども、試合に臨むロッキーの姿、今度はなんと巨大トレーラーをね引っ張ってトレーニングをしているっていう風なねところになってます。まあこれもなんかねちょっとなんだろうと思うんですけども、ただシルベスター・スタローンが実際にこれトレーラー引いてますからね。ただこれが
ロッキーセブンの撮影中のものなのか、それとも私たちが知らないだけのなんか B 級映画のね、もしかしたら脇役でちょろっと出ただけのところをここに持ってきたのか定かではないんですよね。はい、じゃあ今回お知らせすることは以上です。ロッキーセブン、もしかしたらやるのかもしれませんけども、シルベスター・スタローももうねお年ですからね、さすがにリングに立ったら今度は嘘っぽいでしょ。だから自らがリングに立つというよりも、なんかその趣味でねボクシングちょっとやるシーンが出るかもしれませんけども、そうではない人生をまとめていく際のその就活みたいなストーリーがね、そっちが主な物語のフォーカス点になるのかもしれないですね。まあ、いずれにしても想像が尽きないばかりでございます。新しい情報が入り次第またお知らせいたします。じゃあ